平野紫仕様、インスタグラムフォロワー300万突破。ファンとのプライバシー対立が注目。アーティストとの信頼関係が鍵。7月11日、元キング、リンチェのメンバーである平野仕様が自身のイン,スタグラムインスタグラムアカウントフォロワー数が300万人を突破しましたた。驚くべきことに、この大台を突破するのにわずか4日ほどしかかかりませんでした。 平野の SNS 活動はますます注目されており、彼のファンベースは急拡大中です。しかし、最近の一部ファンの行動が賛否両論を読んでいます。平野紫耀のインスタ活動の急成長。平野紫耀は、滝沢秀明氏が設立した新会社、とべ、への合流を発表し、個人のインスタグラムアカウントも開設しました。 彼はファンからの質問に応じるなど、積極的な SNS 活動を展開しています。これにより、彼のフォロワー数は急速に伸び続け、多くの注目を浴びています。芸能記者によれば、平野は7月10日にも、元ジャニーズ事務所所属の神宮寺勇太との食事を投稿し、ファンとのコミュニケーションを深めています。 これにより、平野の SNS アカウントはファンにとって貴重な情報源となっており、ファンとのつながりを強化しています。ファンの特定行為が物議を醸す。しかし、最近、平野の SNS 活動には一部ファンからの過激な行動が問題視されています。具体的には、 平野が神宮寺ゆうと訪れた飲食店の場所を特定し、その情報を拡散する行為が行われました。この行為は平野が投稿した写真の背景から店の場所を推測し、さらには食べたメニューや値段まで調査し、SNS 上で共有されました。一部のファンは、刺身定食1080円などの情報をもとに飲食店の特定を試みました。 この行動に対して平野のプライバシーを侵害しているという意見が多く寄せられました。また一部の非常識なファンの行動が平野の SNS 更新頻度に影響を与える可能性についても議論されています。ファンコミュニケーションとプライバシーのバランス。平野仕様はファンとのコミュニケーションを大切にし、SNS を通じて彼の日常を共有しています。 この姿勢は多くのファンに支持されていますが、その一方でプライバシーの侵害や特定行為に対する懸念も浮上しています。アーキストとファンとの関係において、どのようなバランスを取るべきかが問われています。平野紫仕様のファンとの関係。紫耀の仕様のインスタグラムアカウントは、彼のファンとのコミュニケーションの場として非常に重要な存在です。 彼のファンは彼の日常を楽しみ、応援しています。一方で、ファンの中にはプライバシーを侵害する行為を行う者も,もおり、これが賛否両論を読んでいます。アーキストとファンとの関係は繊細なバランスを要します。ファンはアーキストに近づき、共感するために SNS を利用しますが、その際には相手のプライバシーを尊重することも大切です。 平野紫仕様のような人気アーティストは、ファンとの信頼関係を築きながら、プライバシーを守るための対策を検討する必要があるでしょう。彼の SNS 活動が今後もファンに喜ばれるものとなるためには、ファンとのコミュニケーションを大切にしつつ、プライバシーを守る方法を模索することが不可欠です。 ファンとアーティストとの信頼関係が維持される限り、平野仕様の SNS は彼の魅力を広める素晴らしい手段であり続けるでしょう。